バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。月曜日手入れしたネイルで、火曜日の朝高めのヒール履いて、水曜日濃いめのファンデーション、ビューラーをしてしっかりマスカラ、カクテルが染めるチーリズムにの高いわ、踊り出すスカートに幕が開くわ。 God's forever どこだって God's forever 無敵よ、FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してますシンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイ、今日はね、一人ちょっと寂しくお届けしたいなと思いますが、最後までお付き合いください。よろしくお願いします。では早速、去年もメッセージリクエストをいっぱいいただいてるのでご紹介したいと思います。ようこさん、 FM ギノワンをお聞きの皆さん、おやっとさーです。4月8日はようこさんのお誕生日と聞きました。誠におめでとうございます。まだ34歳、私の息子とほぼ同年代なのに、歌手活動だけでなく母親をこなし、バニラスカイミュージックという事務所まで経営されてる。すごいよ、こんな娘が欲しかった、笑い。今日のリクエストはビューティフルデイズです。空を見上げて心を強く、悲しみさえ力に変えてって辛い時に聞くとジーンときます。じいじにも辛い時がございますのよ、笑い。ということで、ようこさん、しのんちゃんもスタッフの皆さんも新年度も引き続き頑張ってくいやんせ。ほいじゃまた。ラジオネームけんけんさんよりいただきました。けんけんさん、今回も素敵な鹿児島弁でありがとうございますね。おやっとさーですっていうのは、お疲れ様ですっていうご挨拶ですね。で、一番最後のほいじゃまたーって、それではまたですっていうね、言葉なんですけれども、では早速けんけんさんからいただいたリクエスト、ビューティフルデイズを皆さんお聞きください。聞こえてくる
確かな声、イメージで作られては壊されてしまう世界に、正しいことは何、答えはどこにあるの、どれだけ叫んでも届かないなら、わからないなら変わらないなら、選ぶ先にあなたがいる、未来は満たされて穏やかであるようにと、みんなが同じように星に祈るでしょう。それなのに何一つ変わらないまま、変わらないなら歌おう、いつでも心の鐘を鳴らそう、あなたが優しい思い続けられるように、目の前に見えてるもの全てが全てではない、心を強く事ができなくても、心と心抱きしめて私たちの新しい日々。先週に引き続き今週もね、お誕生日ウィークになっちゃって嬉しい、ありがとうございます。けんけんさん、実はね、先週ちょうど放送日4月8日が34歳のお誕生日でございました。でその先週の分はですね、ぜひFM ギノワンの、公式 YouTube にもアーカイブ残ってますのでお聞きください。私の思いをね、こめこめした回だったんですけれども、うちの両親に向けたね、ちょっと仕様に使ったようだね、だけど大事ですよね。自分の誕生日って自分の生まれたことに感謝する日
そうするとさ、まあ私もシングルマザーだから、まあ片親と言われたらそうなんですけれども、まあいろんな家庭環境があるじゃないですか、皆さんね、それぞれに。実感とともにさ、やっぱりこういうはずじゃなかったみたいなさ、思いを持たれた方いらっしゃると思うんですよね。だけどさ、その時その時はちゃんとアニバーサリー、記念日はお祝いすべきだと思うし、自分の気持ちの中でね、高価なものとか何かパーティーとかそういうことじゃないんですよ。本当に大事なお誕生日って両親にね、シンプルにどんな環境であったとしても、どんなことがあったとしても、まあありがとうって言えたらいいのかなって。もしそれがお父さんだけにありがとうって言いたい方も、お母さんだけにありがとうって言いたい方、そして両親じゃなくてね、おじいちゃんおばあちゃん、もう私は今もう子供だけよっていうね、その感謝の向ける場所、自分の命が誕生して、それで出会えて、ああよかったな、ありがとう、あなたのためにね生きているわとか、あなたのおかげで生きていられるわっていう相手がいるならね、もうその人にありがとうっていう日だと私は思っていまして、そんな陽子なんですけれどもね、そんな言いながらね、4月7日にね、いつもお世話になってるサウンドプロデューサーの石井さんと、鹿児島を代表するピアニスト北園真由美さんお二人のおかげで、そしてね、あったかいね、スタジオスタンプの原口さんのおかげでですね、3人のおかげで私、赤唐辛子という場所でアコースティックライブをすることができたんですよ。バースデーイブライブがね。でね、その時に両親にね感謝しながら歌ったんですけれどもね、お客様がね、皆さん温かくてね、もう陽子お誕生日おめでとうって、なんかね、よかった、本当に、あ、私って生まれてこれてよかったな、そして歌うことができる人生を歩めてよかったなって、すごくね、すごく嬉しかったんですよ。お花もケーキもたくさんいただいてね、そして何よりもあったかい手拍子をいっぱいいただいて、拍手もですけどね、もうその時間って歌い続けてる私はね、どこかこうあっという間に本番を終えることとかもあったんですけれども、鮮明に思い出せる夜ですね。うん、嬉しかったな、本当に。先週もありがとうございました。そしてケンケンさんがね、バースデーメッセージくださったように、やっぱりね、大事ですよね、娘にしたかったなんて言われたら嬉しいよね。いや、ケンケンさん、ぜひね、陽子は娘だと思ってね、成長を今後とも楽しみにしていただけると嬉しいです。そして皆さん、東京ドームコンサートの開催される日にはぜひみんなで行きましょう。沖縄からも鹿児島からもね、もう全国どこからでもね、東京の東京ドームに行けて、そう、そういう日が気軽に来るといいですね。もう少しですね、皆さんね、いろんな葛藤が日々あると思いますけど、葛藤の中でね、生まれる気持ちが少しでも穏やかでありますように私も祈ってますので、ぜひもう一度ね、こうビューティフルデイズ聞きながら、よし生きていくぞ、生き抜くぞみたいな感じでね、パワーを持ってもらえると嬉しいです。ケンケンさん、ありがとうございました。34歳も楽しく生きます、よろしくね、みんな、ありがとう。そしてもう一つ、バースデーをねお祝いしてくださってるメッセージリクエストをいただいてます。お読みします。陽子さん、スタッフの皆さん、お疲れ様です。またまたお便りしてしまいました。あなたのカズさんです。だんだんズーズーしくなってきたかな。あら、あなたのカズさん、ありがとうございます。カズさん、先週はちょうど放送日が陽子さんのお誕生日だったのにお便りしそびれてしまいました。深く反省しております。そこで1週間遅れではありますが、改めて言わせてください。陽子さん、お誕生日おめでとう。この日は同居している私の母の誕生日でもあるので、二重におめでたい日です。彼女はなんと92歳になりました。すごい。まだ自分のことは自分でちゃんとできるので、介護することもなく、私はとても助かっています。さすがに足腰は弱くなってきましたが、毎日テレビで韓流ドラマやクイズ番組や動物の番組を見たり、時々スポーツ観戦やニュースもちゃんと見ているので、私よりもずっと物知りです。とても元気ですと言いたいところですが、持病の頭痛や神経痛に悩まされて、よく薬を飲んで横になる姿を見るとかわいそうになります。いつまでも元気で長生きしてほしいと願うばかりです。ところで、母の話題とは全く関係ない曲になりますが、今回は片しぐれをリクエストします。この曲は初めて聴いた時には、なんてドラマチックな曲だろうと思いました。歌詞が切ない、
メロディーも悲しい。まるで映画のワンシーンみたい。そうなんです。誰か映画の主題歌に選んでくれないかなと期待しているんですと一人で盛り上がってしまい大変失礼しました。毎回陽子さんの曲をいろいろ聴けて楽しいトークも聴けるので1週間の疲れが出る木曜日の夜に元気をもらっています。これからも頑張ってくださいね。イッシーさんやしのんちゃん、あ、学校が忙しいかな。またゲストに呼んでくださいね。それでは失礼します。カズさんありがとうございます。お、長文嬉しいね。思いがたくさん詰まったメッセージを。お母様92歳、お誕生日おめでとうございます。お体ね、心配が尽きないですね。でもさ、楽しそうにテレビ見てらっしゃるんだろうなと思って、ちょっとね、日常生活が目に浮かびました。カズさんちのね、いや嬉しいですよね。両親のさっき話をしましたけどね、やっぱりね、健康で元気であってほしいですよね。どうせ生きている時間はね、少しでも一個でも笑顔、そして楽しい思いで増やしていたいですよね。うん、陽子もね、あのお母様次のお誕生日もね、ニコニコね、お母様らしく過ごせることを期待して願っております。本当お母様もお誕生日おめでとうございます。そしてカズさん、片しぐれね、もう女性に大人気なんですよこの曲。冬のね、季語の片しぐれという曲を使ってから冬歌うことが多いんですけれども、あのね、雨の日にもねぴったりのナンバーで、よく私火曜日のね、なんか11時台のドラマとかにぴったりなんじゃない、主題歌とか言ってね、みんな、あ、わかるわかるって、ほら木曜日の10時とかさ、なんかそういう大人なナンバーなんですね。では皆さん、リクエストいただいた片しぐれ、どんな曲かね、楽しみにお聴きください。ふと懐かしい気持ちで目覚めたの、あなた越しに弱い光、雨の音が聞こえる。夢に見てた未来の破片が牙を剥いて、私の喉を刺すよ、奪った。もう戻らない、もう戻れない、今が過去を作ってゆく。ただ懐かしい思いがそっと熱を帯びてゆくの、感じる
雨のしずくが女にしてく、もう戻らない、もう戻れない、今が過去を作ってゆく、ただ懐かしい思いがそっと熱を片しぐれ、お聞きいただきました。今日のハピモノ、それでは今日のハピモノをご紹介したいと思います。陽子をハッピーにしてくれる、それはお花でございます。先週ライブでね、たくさんのお花をいただきました。綺麗なね、花束をね、いただいて、で陽子は今自分の好みにね、こう従ってと言いますかね、私ね、本当にいけばなのセンスがないんですよね。だからね、家族の手をね、一生懸命借りてね、ああでもないこうでもないとしてね、お気に入りのね、花のなんていうのかな、こうフォーメーションフォーメーションをね、きちんとこうできて、どこから見ても綺麗だなっていう生け方をしまして、もう大満足の花たちがお家の中をいい匂いにしてくれてます。ありがとうっていう感じですね。本当にもう先週はね、可愛いケーキもいただいてね、もう大満足でしたね。幸せでしたね。そしてさ、このお花たちもね、ちょっと暑いかな、だから持つかなって心配してたけど、もう1週間綺麗に咲き誇ってくれてですね、もう花粉症になるんじゃないかっていうくらいね、あのユリが花粉をまき散らしております。もう嬉しい、嬉しいのか、嬉しいんだけどね、私はね。変なのか、この価値観は。まあ私がね、ちょっと変態なやつだというのはもう皆さん重々ご承知だと思いますので、もういっか。ということでですね、今日のハピモノは花束、お花たちでした。ありがとう皆さん、ありがとね。なんとここで急遽ゲスト登場、シノこんばんは。こんばんは。最初ね、一人で寂しくって言ってたんだけど、シノン来てくれました。なんか今日はシノンが一曲皆さんにお伝えしたいらしいです。どうぞ。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear mama. Happy birthday to you. ありがとう。嬉しい。もう学業がありますからね、なかなかこうタイミングがね、収録日に合わなかったりするのに、あのずっとねこだわってくれてて、え、先週の収録終わったのって言ってね、もう今日は間に合った、ありがとうはい入ったってではね、あの来週以降もあのリクエストでね、しーちゃんぜひ出演してねって、嬉しいね、メッセージいただいてね、ありがとうございます。もうちょっと大きな声ではないと、ありがとうございます。はい、そういうことでございます。私からもありがとう。もう今日はですね、ありがとうを炸裂しております、一日ね。では皆さん、メッセージやリクエスト、バニラスカイ大募集してます。宛先は797@fmギノワン.com、 797@fmギノワン.com、 バニラスカイ宛てにお願いいたします。しーちゃんね、ありがとうね。どういたしましてまたじゃあ楽しく来週以降もね、出演してください、お願いします。はい、ということで皆さんもめちゃくちゃハッピーな1週間でありますように。では一緒に
バイバイハッピー。